ですね、これは旅の手帳、それの方で平成19年6月発行の、旅の手帳で、青春18切符で行く温泉番付っていうのを出したんですね。その時に鳴子温泉郷が東の横綱になりました。で、鳴子温泉郷がなんで東の横綱になったかっていうと、日本で11種類ぐらいある源泉のうち、8種類が、あ、9種類か、9種類が鳴子にあるって言われてるんですね。で、泉質が豊富なのと、あとここのように駅からすぐ近いっていうんですかね、そういうところがありまして、横綱に選ばれてる、温泉地でいうと川渡温泉、東鳴子温泉で鳴子温泉、あと中山平温泉っていうのが JR の線上にあるんですね。あともう一箇所は鬼首温泉っていうのがあります。それ5つですね。鳴子温泉郷はこれから紅葉のいい時期になりますので、温泉に浸かりながら紅葉見物をできますので、ぜひお越しください。中山平温泉は宮城県の西の外れにございます。泉質がとてもつるつるぬるぬるしている温泉の泉質が多くございます。こちらはもともとですね、中山平の地域の方の公衆浴場となっておりまして、共同浴場ですね、共同浴場になっておりまして、平成17年にこちらの方に新しく建物を移されて、今は一般の方も入浴できるような施設となっております。3本の樋ございまして、1本がだいたい50メーターの樋を使いまして、源泉93度のお湯を、今ですとだいたい42度ちょっとぐらいのお湯の温度で調節をして、自然冷却して浴槽の方に運んでまいります。かけ流しとなっております。全然もう自然冷却でしてますので、加水は一切しておりません。なかなか今の時代に珍しいかと思います。全国的にも非常に珍しい泉質の住んで、ぜひ皆様にですね、足を運んでいただきたいと思います。ここは口実館って言いますけども、お客さんの、無料休憩施設として、平成20年にオープンしたんですよ。で、鳴子に来て、時間のある方はここでお休みいただくということで、であと、ついでに大野さんの作品をご覧になっていただくというような趣旨で、ここをオープンしたわけです。皆さん、よってですね、いろんな紹介してる冊子とかね、ご覧になって、であとは案内して、皆さんに観光案内をしてるのが、私たちの、やってるそのデペクラブとしてのね、事業をやってます。みんな同じだと思うんですけど、鳴子は
温泉が豊富だっていうことなんですね。で我々小さい時から普通に、まあ、温泉に入ってるんであまりそのことに対して の良さとかっていうのは感じないんですけどね、よそからおいでになる方はねやはりすごいって言うんですよ。っていうのはまあ、県内にもいろんな温泉場ありますけどね、鳴子に来てみて初めて温泉の良さが分かるって言うんですね。で結局温泉の泉質が、まあ、鳴子の場合は成分泉質で11種類あるうちの9種類あるっていうことが、まあ、私たちは口ではこう言ってるんですよ。で実際に入に来る人が入ってみてすごいって言ってるんですから、私もねこれにはまあ自分も一番自慢できる点だなと思うんですよ。これから紅葉期に向かって非常にいい時期になりますんで、ぜひ鳴子においでください。